羽生結弦るの新 SP 曲は清塚信也さん演奏の著装とロンドカプリチオーソフィギュア全日本選手権ご視聴ありがとうございます。早速今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。23日フィギュアスケート全日本選手権男子練習埼玉スーパーアリーナ男子の公式練習が行われ五輪連覇の羽生結弦二十る27 ANA は SP の新曲にピアニスト、清塚信也さんが奏でる、著装とロンドカプリチ放送を選んだ、もともとはバイオリンと管弦楽の競争曲だが、清塚さんがエキシビション曲、春よ恋を手掛けた縁で依頼した。僕が先シーズン、心が折れそうで、辛かった時期に、滑って生きる活力をいただいた清塚さんのピアノならと選曲の経緯を説明した、羽生譲る、北京五輪目指すと名言、腹をくくってここまで来た。 フィギュアスケート全日本選手権男子練習埼玉スーパーアリーナ五輪連覇の羽生結弦 27ANA が練習後の取材に応じ来年2月の北京五輪を目指す意向を初めて明らかにした延長線上に北京はあるかもしれないなと腹をくくってここまで来たと語り自身が。 最終目標に掲げる四回転アクセル成功の道のりに北京五輪があるとの考えを示した。公式練習ではその四回転アクセルに挑んだ。転倒両足着氷の末に片足で着氷した。しかし、明らかに回転不足だった。今日は軸作りが一番大事だと思って、回転はそんなにかけていない。軸作りと回転を強くかける。この二つの意識を持って、前人未踏の大技成功を目指している。 回転を強くかけて飛んだ場合は回転が4分の1足りない着地となり転倒するという練習の段階では両方とも両立したものは難しい練習でもクリーンな着氷はまだないことを明らかにした24日のショートプログラムは19時42分に滑走羽生譲る4回転アクセル成功ならずも格段に進化フリーで組み込むとみられるフィギュア全日本選手権23日 フィギュアスケート全日本選手権。男子練習、埼玉スーパーアリーナ男子の公式練習が行われ、五輪連覇の羽生譲る27、ANA が右足首の故障により8ヶ月ぶりとなる公式戦の練習でクワッと4回転アクセルに挑んだ練習の終盤、おもむろに4回転アクセルに挑んだ。転倒、両足着氷、回転不足の着氷と成功には至らなかった。しかし、 4月の世界国別対抗戦の練習で点灯を繰り返していた4回転アクセルよりは格段に進化していた本番ではフリー、天と地との冒頭ジャンプに4回転アクセルを組み込むとみられる羽生結弦が公式練習参加。3回転半や4回転から3回転の連続トーループを成功させるフィギュア全日本選手権23日フィギュアスケート全日本選手権男子練習 埼玉スーパーアリーナ男子の公式練習が行われ、五輪連覇で今季初戦を迎える羽生譲る 27ANA が登場し、右足首の怪我の影響を感じさせない軽快な動きを見せた。前日は練習に姿を見せず、取材対応も取りやめた。4月の世界国別対抗戦以来8ヶ月ぶりとなる公式戦の練習はイヤ王にも注目度が高まった。この日の選曲はフリーの天と地と、 戦国武将の上杉謙信を描いた NHK 大河ドラマの主題曲で、初披露した昨年の全日本を制した。冒頭、昨季は腕を十字に組んで前へ進んだが、今季は後ろに下がる新しい動きを取り入れた。対空時間が長く、高さのある3回転アクセルを決めると4回転サルコー、4回転から3回転の連続トーループを成功させたショートプログラム SP は今季新作で臨む。 ピアニスト、清塚信也さんが奏でる、助奏とロンドカプリチオーソーを選んだ、羽生がツイッター動画で抱負、全力でしっかりと丁寧に全てを感じながら演技をしていきます。フィギュア全日本選手権22日。フィギュアスケート。全日本選手権23日開幕。埼玉市埼玉スーパーアリーナ男子で、22日の公式練習を欠席した、冬季五輪連覇の羽生譲る27 AN、ANA が、 22日夜に更新された日本スケート連盟公式ツイッターの動画で今季初戦となる全日本選手権に向けた抱負を披露した18時半頃から試合会場内で行われた開会式と滑走準抽選に出席した羽生はその時と同じと思われる濃厚のスーツに藤色がベースのネクタイを締めた姿で登場僕も全力でしっかりと丁寧に全てを感じながら演技をしていきますなどと胸中に秘めた思いを語ると 微笑みながらカメラに向かって手を振った、羽生が動画内で語ったコメントの全文は次の通り明日から全日本選手権が始まります。僕も全力でしっかりと丁寧に全てを感じながら演技をしていきます。どうか応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお